皆さんこんばんは。三田社長の平林幸秀と申します。今日お届けいたします作品はですね、サンデーではなくて世界一団という団体になります。この世界一団という団体なんでございますけれども、時を遡ること20年ぐらい前でございます。1993年に結成いたしました。それから、コツコツと、公演を持ってきまして、本日お届けするこの空飛ぶ遊園地という作品をお届けするためになりました。これが2004年のことでございます。こちらの作品の見どころなんでございますけれども、こちらはですね、家族のお話となっております。家族っていうのは本当に大変なものでございますね。子供の成長とか介護の話とかね、なんかそういった話出てきませんけれども、100年ぐらいの、遊園地の家族の心温まるお話になっております。よろしくお願いいたします。